思いっきり乗る電車間違えてました。まずいよこれ。えらいこっちゃ。また間違えた。最悪です。全工程崩壊する。歩いてね 1.9 キロ遠いね。やばい、7分は無理や。しんど、熱っ。栗橋総合師匠、なんで師匠に送れんもん。よう歩くで、さすがマンホールカードの旅。主演室どこやねん。早すぎひん今の。え、マジで。あれ一旦ちゃうやろね、ちゃうやろね。切り離されて、でやねん楽しい。鬼移動ですね、鬼移動。行っちゃったわ、無理やった。わかるか、こんなもん。めちゃくちゃうまい。西船橋駅から海浜幕張に行き、夜行高速バスの到着です。ご利用のお客様は乗車券防衛の上2番乗り場へお越しください。あ、はい、防衛ですね。防衛、はい、よいしょ。ありがとうございました。横浜駅に到着。どこやここ。とりあえず地下行ってみるか。時刻はですね、5時36分。とりあえず横浜駅に向かいますか。JR 線は向こうやな。京急。そうか、ここ、あれやねんな。東京編で来てるんやな。この間編集してた、思い出した。そういや今夏休みのね、動画を編集してるんですよね。ほんまに。ぶちこっちか。はい、どうも西田です。今、横浜駅に来ております。マンホールカード巡り第22弾ですね。今から青春18切符を使って仙台の方に向かいたいと思います。まずですね、ちょっと大宮までね、電車の撮影をしたいと思いますんで、東京上野ラインを使って大宮まで行きたいと思います。大宮からね、本格的なスタートとなります。よろしくお願いします。スタート。すいません、ハンコお願いします。はい、ありがとうございます。7、8番線かな。京都放送東海道の森、はい、寒、空気がやっぱちゃうな。大宮駅に到着です。次がね、7時21分だな。今ですね、6時54分なんで、ちょっと30分ほど時間があるので、朝ごはんにしようかな。寒、なんか食べに行こうか。どうしようか、時間が微妙だけど。立ち食いがあったからあれ行くかもしれんな。新幹線、こっちか出口。こっちは新幹線や。北の駅出よう。すいません、18切符です。はい、ありがとうございます。あるかな。大宮やったらこれっていう、まあ、こんな朝の時間にあるわけないかって。なんかあるかな。ローソンで座って食べれるとこないかな。ちょっとね、パンをね、今日持ってきたんですよね。飲み物買ってなんかできねえかな。座って食えるとこはないな。ないのか。吉野家か。よし、さっきのうどん行こう。うどんかそばか。関東のうどん食べるぜ。
ば埼玉で見る飛んで埼玉はより面白いやろうな。ぜいませーん、行きます。29、よし。まあね、7時4分21分だから、あともう時間ちょっとしかないけど、何がうまいんだ。あったかいうどん、あったかい。お支払い方法を選択してください。1万円ご利用になるカードをタッチしてください。決済は完了しました。発券中です。え、券をお取りください。ちょっと待って、ちょっと待って。すいません、ちょっとこれ前の人のが残ってて。前の人ですか。はい、僕のカードで行ってもたんですけど、はい、お客様がいなり購入されました。あ、出てこなかったんで。あ、はい、確かに、うん、すいません、ありがとうございます。いや、お金払ったんでしょ。もう僕が払ったんですよ。あ、なるほど、確かに、うん、大丈夫ですか。150円。うん、もう帰るのないんだよ。じゃあこちら150円、ごめんね。こちらにお返ししまして、はい、じゃあこちらを、はい、うん、時間間に合う。限定です。これ限定メニュー、迷ったらこれって書いてあった感じ。そば、そばって書いてあったからね、そばにしよう。よろしければ発券ボタン、お支払い方法を発券中です。ご利用になるカードをタッチ、券とお金をお取りください。決済が発券中です。券を、時間がやべえ。21分、7時8分。そばですね、ありがとうございます。トロタマそばです。いいですか、お願いします。おそばですね、ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。トロタマタヌキです。そばです。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、お願いします。駆け足で食べたの。これ何番線？8番線やの。8番線こっちか。7時16分。あと5分やで。トイレ行っとくか。8番線。寒い。結構人多いな。座れるかな？危ないですから、黄色い展示ブロックまで。座んの無理やな。はい、宮原駅に着いたんですけど、思いっきり乗る電車間違えてました。しょっぱなからやべえなこれ。ちょっと大宮に戻ります。一応ギリギリ8時半に着く予定なんで、なんとかリカバリーできるかな。やば、これはやばいで。まずいよこれ。21分じゃなくて27分の電車だった。やばいやばい。正面が大宮に戻りましょう。宇都宮線と高崎線を間違えるようにしないと。こっちやね、9番乗り場の電車を乗らなあかんのに。あ、えらいこっちゃ。こっちやな、宇都宮。ああ、一本何本か遅れちゃったな。次には8時3分到着。ほが8時18分。小山は8時32分。はい、久喜駅に到着です。
本当はこの駅で降りる予定じゃなかったんやけど、乗る電車間違えたんで、こっからバスに乗ります。東北新幹線並行して走ってるんですね。ませーん、ありがとうございます。明日のね、切符を受け取っておこうか。お受け取りください。よいしょ。OK。明日の切符っすね。コミュニティバス。やべ、また間違えた。最悪です。降りる駅間違えてました。これ全行程崩壊するかもしれないです。やばい。この次の駅や、東鷲宮、ここで降りなあかんかったみたい。なんで間違えたんや。すいません、お願いします。はい、じゃあ走るで。歩いてね、 1.9 キロ遠いね。行くぞ。ナビ行こう。ナビしよう。時刻が8時23分。あと7分で配布開始。やばい、7分は無理や。とりあえず走る。あの、大きい建物じゃないかな、多分。到着。しんど。行ってみるか。時刻はね、8時37分。ちょっと押した。マンホールカードって。あ、こっちですか。あ、すいません。はい、ご苦労様です。ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃ、ゲットしたね。次間に合うから。はい、久喜市1枚目ゲット。次が間に合うかが問題。あっつー。冬か、ほんまにこれ。あっつー。めちゃめちゃ走ったで。次、栗橋総合支所。なんで支所に遅れんもん。次、これや、ここ。ここ経路。電車。バスがあるぞ、バスが。バス9時3分。えらい待つなぁ。戻ろうか、これ。今来た道を。明日まで待ってても意味ないでしょ、これ。よし、行くぜ。まあ、先ほど走らなくてはいいと思うから、ちょっと体勢整えてから走りましょう。はい、ちょっと体勢整えてね。今41分。とりあえず戻ろう。駅に、鷲宮駅だったっけ？戻りますね。また2キロ。ゆっくり。まあ、小走りで行こう。一応予定はね、歩きで一応予定は立ててるんで、小走りしたらなんとか間に合うでしょう。よっしゃ。関東は、乗る時間、降りる時間、乗る路線。あ、もう3つね、確認しとかないと。間違う。関西と、やっぱその辺全然違うな。慣れの問題なんやろうけど、やっぱ不慣れの土地行った時はこの3つはやっぱりきちんと確認しないといけませんね。今更って感じやけど、改めて思いましたね。駅到着したけど今電車行っちゃった。あー、本来あれに乗るべきやったのかもしれない。最悪やな。はい、駅到着。とりあえず電車乗ろう。9時2分にね、宇都宮駅。暑い。すいません。お願いします。はい、よいしょ。こっちか。2番線でいいかな。東北、大宮。あ、こっちや。1番やね。もう間違えるとやばいね。熱っ。ちょっと座りたいな。わぁ、すげえな。あっちは新幹線かな。9時2分。ただいま時刻が
8時57分ですね。はぁ、あ、暑い。疲れた。それで、この9時2分の電車を乗ると、9時28分に到着で、僕が立てた予定では、9時25分に到着予定やね。3分違いでなんとか、だいぶ回復運転できたんちゃうかな。ダッシュで。暑い。ちょっと体冷やしたいと思います。はぁ。こっちのね、上の方は、東京の方へ向かう線路みたい。上り線と下り線で階層は違うね。なんでこういう感じになったんやろ。不思議やな。到着。こっから 1.5 キロ歩きます。歩いてばっかり。歩くのがまあ序盤が多いんで、ここさえ乗り切ればまあなんとかなると思います。暑い。まだ暑いわ。冬やで。年末やのにね、暑い暑い言うてる。すいません、お願いします。何言うてくれ。どうぞ。はい。東方面からちょっと南へ下る感じ。はい、時刻は9時12分で、栗林総合支所に9時25分に着けば、一応回復運転完全成功ということで。あーしんど。危なかったなー。まあちょっと急ぎましょう。マージンができればね、なんかや、お弁当でも買って。今回はね、時間があると思うんやけどね。ただもう駅弁食いまくってやりたいのが、本当に。ただちょっとあれやね、ロングシート多いから、なかなか車内で食いづらいかもしれない。じゃあちょっとダッシュします。あったで、栗林総合支所。あったあったあった。着いた。時�刻が25分。回復運転成功。よっしゃよっしゃよっしゃ。まあ、ほぼ歩いてたけどね。なんとかなんとか。さあどこでもらえるんかな。警備員室。警備員室は裏側回ってちょっとこっちだね。玄関入って右側の警備員室、あ、こっちかい。はあ、すいません、マンホールカードいただけますかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃ、こきし2枚目ゲット。よっしゃ、クキシ2枚目ゲット。はい、次行きましょう。なんとか回復運転完了したんで、まあ、ぼちぼち行きましょう。まあ、また駅戻る感じですね。 1.5 キロ。はっはっはっは。よう歩くで。さすがマンホールカードの旅。9時44分の電車に乗りたいと。今ですね、9時30分ですね。14分で 1.5 キロ。いけるかな。ちょっと、まだ回復運転できてないな。よし、ちょっと、ダッシュで帰ろう。エヴァっぽいフォントで、うんこ捨てるなって書いてある。面白いね。ちょっとこの、予定に無理があったね。さっきの総合支所。着いた時間が出発時間になってるから、全然受け取る時間考慮してないから、いや、走らんでいいはずの予定なんだけどね。しんど。とりあえず、今9時40分で駅に着いた。あと4分で電車が来ます。すいません。お願いします。まだ埼玉あたりは駅員さんがいてくれるからいいけど、この先無人駅になったらどうなるんだろうか。しばらくお待ちください。しばらくお待ちください。はよしてくれ。しばらくお待ちください。余計な時間は使いたくないですね。一応線路はね、東武へ行けるようになってるやん。あ、東武の電車が来た。
あんま、あれは単線なんだろうか。やっぱ私鉄も単線が、おお、来た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 。お宅のお客様はお近くのつり革、手すりにおつかまりください。はい、大山駅到着です。さあ、これが東北線よ、宇都宮線。あ、やっぱさすがに寒いな。体がちょっと冷えてきたわ。上着着ないと。18切符出るのに並ぶのかよ。切符違う？どう違います？どうぞ。どう違う？市役所、市役所行きましょう。観光協会あれでここに置いといてくれよ。小山駅って新幹線が止まる駅なんですね。知らなかったわ。ああ、餃子か。栃木県にも入ってるんで、餃子か。餃子弁当とかないかな。ないか。よっしゃ、小山市役所着いたで。ちょっと14分到着が、信号待ちで、ちょっと、1分2分押しやね。まあ30分までにここを出れば大丈夫なんで。まあまあ。守衛室は、こっち？守衛室どこよ？よっしゃ。ちょ、守衛室どこやねん。一周すんのかいな。こっちか。ここちゃう？ここやな。よいしょ。すいません、マンホールカードをいただきます。よいしょ。はあ、あ、すいません。ありがとうございます。栃木県小山市ゲット。よし。よっしゃ、行きましょうか。駅戻るぜ。こっちから戻る？よし。次の駅がね、次の場所が、まあ、電車で1時間後ぐらいなので、ちょっとね、駅でね、なんか食べるもんを買いたいですね。時刻は10時21分。一応予定ではね、この市役所を10時30分に出る予定なので、ちょっと10分のマージンがあるかなと思います。よし。白鵬大学がある。今、なんて書いてあるの？読めねえな。よっしゃ。栃木とか。北関東初めて来るんだけど。これもマンホールカードのおかげやね。いろんな土地を来させてもらえる。楽しいですわ。よっしゃ。案外土日とかやったら、観光案内所とかがあればさ、行けるやろって思うけど、この年末年始に関しては、だいたい29日からね、観光案内所やってないんですよね。さすがに年末年始は観光案内よりも休ませろっていう感じなのかな。で、観光案内所はやってないけど、意外と市役所の宿直室とか、警備室とかが空いててて、そこで配ってたりするんで、今日ね、今3枚目も全部市役所関連でしたね、3枚とも。次行くとこも市役所関連です。はい、小山駅に戻ってきましたよ。なんかお弁当買いに行こう。すいません、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、なんかお弁当売ってないかな。駅弁っていうのは売ってないっすね。そこのコンビニで何か食べるもん買おうか。今の行ったとかじゃないよね。41分やったはずやねんけど。早すぎひん今。マジで？あれもう次11時になってるやん。マジか。次11時7分。ちょっとやばないこれ。桜市役所。
12時13分に桜市役所着いて、で予定ではそっから電車がないのよ。29分、あ、これまだ余裕あるわ。ちょっとトイレ行って、今のねコンビニでねドリアとお茶、あとハンドクリーム買いました。まあちょっと休憩っすね。ちょっとつかの間の休憩ですね。一本電車逃しました。でも多分行けると思う。と思ったらあんな前半焦らんでよかったね。いただきます。ドリア、うん、うまっ。11時7分の次の電車、時刻は11時1分。11時7分のね電車に乗りましょうって、あれ一旦ちゃうやろね、ちゃうやろね、大丈夫よね。あのグリーン車の強烈に長い車両編成ってどの駅までなんだろうか。宇都宮までなのかな。あ、でも宇都宮っぽいな。宇都宮行きって書いてあるもん。小金井ってどの辺なんやろ。わかったわかった、前の方の車両がクロスシートになってるんだわ。よしよしよし、前4両がね切り離されて回送になるそうです。なんでやねんって話よ。後ろの車両に移動してください。この駅で前より5両切り離してもらいます。当駅を出ますと The next stop is TT Medical。 宇都宮駅到着です。すぐ電車が来ますね。近い。宇都宮であの湘南カラーの列車が変わるわけですな。じゃあ短いから人いっぱい乗ってるで。蕎麦屋さん、すげえ。宇治駅到着。これが東北本線。よし、市役所の方行きましょう。下がってタッチするか、乗車券をお入れください。サポートセンターです。あ、18切符なんですけど。あ、それから下車の下車ですかね。はい、はい、じゃあ扉開けます。あ、はい、すいません。市役所だったような気がするけど、どこかな。歩いてね700m です。宇治駅。全然土地感がないんで分からなかったけど、案外宇都宮って東京から遠いんすね。初めて来てみて分かりました。はい、桜市役所に到着ですね。さあもらいに行きましょう。ここやね、こっちから行こうか。当直室。
こっちでやってるって書いてあるぞ。よし。ここね、年末年始やってるかどうかわからないから、メールで問い合わせてみたんですよ。じゃあ、ご丁寧にね、返していただいてですね、ほんまに親切にありがとうございます。もらいに行こう。開いてねえんだけど。え？当直室向こうか。呼び出しベル。あ、ベルか。呼び出さなダメみたいやね。開いてないのか。よいしょ。あ、すいません。マンホールカードをいただきに来たんですけども。マンホールカードいただき。じゃあ、こうちょっとぐるって回っていただくと、ちょっと密着室の入り口あるんですけど。あ、ごめんなさい。こっちなんです。あ、すんません。やっぱこっちなんや。こっち？ああ、申し訳すみません。すみません。あ、一枚で、はい。チームどちらからお越しいただいて。大阪から。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。はい。よっしゃ、桜しげっと。大阪から来るのね、すごいよね。桜しげっと。よし。じゃあ、駅に戻りましょう。次、ついにね、東北に入っていきます。福島駅、行きましょう。はい。宇治駅にね、戻ってきたんですけど、もう、戻ってきた？これ。あ、もうこっちか。次、福島まで3時間の移動ですね。鬼移動ですね、鬼移動。鬼移動で、コンビニが全然ないのよね。嘘やんっていう感じなんですけど、なんかないの？まあ、言うほどね、時間もないんですよね。今、12時23分なんですけど、12時38分の電車か。に乗るんですが、なんもねえぞ、おい。おまんじゅう屋さんかな。駅到着。コンビニって検索かけてみる。あるぞ。ローソンがあるぞ。ローソン。駅の向こう側やね、おい。そうやん。行く？ 3 時間。この引退時間十分ございます。ゆっくりお進みください。新白川駅は4番線から13時22分の発車です。すげえ人。新白川駅は4番線から13時22分の発車です。お乗り換え時間十分ございます。ゆっくりお進みください。新白川駅4番線となります。機関車、貨物金太郎や、 JR 西日本桃太郎やけど、うわーすげえ面白。ちょっと座りたいからね。そうかそうか。黒磯駅到着やけど、今度前に移動かいな。走ってるし、何このダッシュ。ダッシュ。よいしょ。座れた。泉滝、矢吹、川見石、塚川、浅田長森、終点郡山の順に各駅に停車してます。席は確保したので、ちょっと車両でも取りに行こうか。 E721。 おーさあ、これでも郡山までしか行かないからね。またもう一回乗り換えがあるから、トイレ来て。この電車は東北本線普通福島行きです。次は岩田です。ありがとうございます。
ち？そっちか。出させてくれ。すいません、18。ちょっと強引に出させてもらった。時間がない。アクティブシニアセンター、どこやろ。とりあえずずっと北側や。 550m、 時間がない。ここ積むとやばい。1枚損する。この建物ちゃうかな。なんちゃらマックスやったから、これや、これの4階やな。よしよしよし。本日もマックス福島にご来店くださいまして誠にありがとうございます。よっしゃ、どこよ。え、うち広いな、これかな。すいません、マンホールカードっていう。じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。いただきます。すいません、マンホールカードですね。はい、あ、はい、お願いしております。こちらご記入ください。はい、ごめん、すみません。ありがとうございます。ではわらじ祭りの顔でやります、ね。はい。ありがとうございます。よっしゃ、ゲットしたぜ。よし、行くぞ。次次次。次観光案内所。よし、行くぞ。行くぞ。すみません、ちょっと観光案内所行きたいんです。観光案内所。入っていいです。こちら入って。あっちか。すいません、マンホールカードをかけます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、ちょっと入ります。でもだ、氷屋じゃない。どうなんせ、あ、こっち、あかんか、行っちゃった、行っちゃったわ、無理やった、しんど。ちょっと作戦立て直し。これね、1枚目がこっち東口でしょ。で、完全にね、駅の中入らないと西口の観光案内所行けないんですよ。めちゃめちゃ時間食うし、ほんで、あの切符でごちゃつくやつね、たまらんわ、あれ。無理でしょ。というわけで、大柄町は無理でした。あー、残念。これ初めてちゃう、計画通り行かなかった。ここまではなんとか予定通り行ってたんやけど、しんど。トイレ行きたいな。トイレ行こう。もう次仙台行きゃいいだけやから。どうやって行こうかな。まだそこも思いついてない。はい。改めて撮り直しましたよと。もう次の大柄町は行けないので、5時までで。もう行ったら5時過ぎてるんで、なんか食べますか。何食べる？次のね、電車、4時38分で、今、3時53分。まあ、なんか、お弁当かなんか食べる？ちょっと駅前うろうろしましょうか。時間がある。はあ、福島駅の連絡は、地下で行くみたいです。わかるか、こんなもん。はあ、しんど。あ、グラコロ食べよう。この間グラコロ食べに行ったら売り切れてたんですよね。このセット。これ、はい、お店で使うお願いします。はい、こちらお一つでよろしいですか。はい、一つで。はい。サイドメニューはポテトでよろしいですか。あ、ポテトで。はい。いや、それだけでいいです。はい。本日は店内をご利用でしょうか。店内で。お会計失礼いたします。730円です。こちらレシートでテーブルまでお持ちいたします。あ、はい。ありがとう。
このマクドナルドはストローがプラだ。ありがたい。めちゃくちゃうまい。グラコロ考えた人天才やな。まとめてどうぞ。まとめてガシャ。じゃあ行くか。すいません、入ります。はい、というわけで東北までやってきたんですけど、東北のカードが結局2枚しか取れなかったというわけですね。いやー厳しい。福島駅のねカード取りに来る人は初見ではわからないトラップがたくさんあるんで気をつけてください。はぁ、たまらんな。じゃあ宿の仙台にね向かいたいと思います。仙台が3番乗り場38番、行きましょう。はぁ、この後ね北海道もね予定が3枚しか取れないんでね、まあ、年末年始はマンホールカードもらいに来るべきじゃないよね。埼玉とかあの辺を後回しにした方が良かったかもしれないですね。欲張りすぎたかな。最後の列車はこれですね。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は東北本線普通仙台行きです。次は東福島、東福島です。はい、仙台にね到着です。じゃあ宿に向かいますか。はい、さあさあ、うわすごい、なんかにぎわいやね。めちゃめちゃ人多いやん、すごい。なんでこんな人多いの？仙台駅っぽい場所ないかな。あーあそこか、あの辺やな、あっちの辺やな。こっちから回ろうか。東北に来ましたけど全然雪降ってないしですね、言うほど寒いですかっていう感じ。あれがいかにも仙台駅っぽい。あそこでエンディングかな。はい、というわけで仙台駅に到着です。時刻は6時10分。止めましょうか時計。よし、
移動距離が 296.97 キロ、もっと行ってる気するけどな12時間動いてました。まあ大体こんなもんやな。というわけでマンホールカード巡り第22弾ですね。予定してた通りにはいけませんでしたけど、まあ、自分のミスもあったし、さあな、やっぱこう工程が無理にあったのと、やっぱ青春18切符のデメリットですよね。この、2023年においてまだ友人改札というこの辺がちょっとね、やっぱ僕も初めて18切符使ったんで想像できなかったというか、あの南大阪編でちょっと感じてたことが、まあ、さらに嫌な予感がね的中したと言いますか、無人駅ですら有人改札なんですからね、これこれはね、時間をお金で買う方が賢いのじゃないかなってちょっと思いましたけどね。まあ人それぞれ考え方はあるでしょうけど、まあそれも踏まえて18切符ね、買う人は買ったらいいんじゃないかなと思いましたね。じゃああと5枚綴りっていうのもね、泊まりがけの人とかだったらいいんですけどね、単発で行く人は結構きついんで、やっぱり100キロ超の乗車券買って途中下車の方がいいんじゃないかなとは思いましたね。では明日はまた仙台駅から北海道の方へ向けて移動したいと思いますので、マンホールカードを巡る第23弾ね。お、はやぶさが来た、すげえ、すげえかっこいい。明日はね、これに乗って北海道に向かいたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。今日の宿はここですね、仙台ビジネスホテル駅前。予約した時の段階でカプセルホテルより安かったんでここにしました。駅からね近いので、じゃあ行きましょう。アミニティをさっきもらうパターンでしたね。514、14こっちか、こっちっすね。よいしょ、到着、到着。おー、なかなかええやないか。テレビテレビテレビ、とりあえずテレビつけようか。おいしい。テール美味しい。テールうま。タンってこんなに柔らかいですね。むっちゃ美味しいですわ。ごちそうさまでした。